赤番のホームを迎えるところ、7番中川拓也の上昇です。3番塚本を連れて中段の宮城ライン、さらには南関東勢を抑えていきました。さらに1番の柿本大輝、最強両者も忍び寄っていきます。2番の石橋は車引いていきました。さあ入れ替わり立ち替わり、1番の柿本がバックストレッチで甘えですが、6番の高橋明久、宮城ライン進出、3者のアドバンテージ、6番の高橋明久、それを生かしての先行体制、残り1周半を切りました。中段に2番の石橋慎太郎、南関東勢4、5番手となった。その後ろは1番の柿本大輝と9番渡辺正幸の最強両者、後手を踏んで7番の中川拓也は今日も8番手、残り1周切りました。先頭はラストスパート6番の高橋明久、後ろには5番の鎌田聡、そして8番亀井博之の宮城勢、まだ後ろを振り返っている4番手2番の石橋慎太郎が踏んできました。最終バックを通過する。さあここを5番の鎌田聡は牽制に及んでいるが、さあ6番の高橋、後ろ5番の鎌田聡、2番の石橋を止めて番手絶好か、後方の動きはない。先頭は6番の高橋から5番の鎌田聡に変わった。2番の石橋も迫って並んでゴールイン。最後は7番中川拓也も強襲してきました。